ゆうさんのカタリズム。 DJ はプロデューサーでありミュージシャン、ミスター琵琶湖ゆうさんこと河本優。個性豊かなパートナーたちと繰り広げるワンテーマトークセッション、新感覚の地上波ラジオ &YouTube 番組です。それでは皆様ゆっくりとお楽しみください。さあ始まりました。この番組は KBS 京都地上波放送と Facebook ページの生配信、そして YouTube でも楽しんでいただけます。ぜひ Facebook ページゆうさんのカタリズムをチェックしていただきたいと思います。メッセージ投稿もできますので皆さんぜひ参加してくださいね。さあ、ゆうさんこと川本ゆうがお届けする、ゆうさんのカタリズム、そろそろ始めたいと思うんですが、今日のラジオステーションは滋賀県栗東市の焼肉まこと。焼肉はひらがな、まことは誠実の誠ということでね、うん、焼肉まことさんでお届けしたいと思います。栗東インターチェンジから湖南市の方に車を走らせて約5分。詳しい場所は検索してください。焼肉ひらがな、まこと誠実の誠の漢字です。焼肉まことで検索していただきたいと思います。さあ今日のパートナーご紹介しましょう。写真家で7歳工房の会長、中谷真嗣さんです。どうもこんばんは。こんばんは。焼肉まこととは何の関係もない、中谷です。あのな、美味しいのは美味しいと聞いてます。もうベテランになってんねんから、もうちょっと考えて喋り。すいません。ね、はい。若い子も多いんやから。そうですね。はい。よろしくお願いしたいと思います。まあ、7歳工房と言いますと、本当、写真家、写真スタジオではもう関西一。うん。全国でもう3本の指入ってますけどね。まあ、今日のね、テーマが実は社長ということでね。あれあれあれ、社長。あらあらって、あんたが選んだよ、社長って。そうか。いや、今現在。中谷さんは社長歴何年ですか？社長歴は、うん、リビアのサダトと同じね、独裁制を得た。40年。40年。40年。はい、わかりました。40年社長やってました。はい、今はちょっと会長という、あれがそうですね。はい、はい。後ほど、ワンテーマ。はい。社長についていろいろ語っていただきたいと思っております。得意中の得意ですわ。さあ、そしてこの番組をインフルエンスしてくれるインフルエンサーは、今日はこの方、自己紹介お願いします。はい。初めまして、インフルエンサーのあかりです。私は関西でサロンモデル、フリーモデルと TikTok をしています。週末は撮影会に出演して、現在はミックスチャンネルにて、モデコンという大会、SNS 上のミスコンで戦っています。おー、モデコン。実は河原町オーパの、まあ、モデルを決めるモデコンに参加してるんですね。はい、そうです。ね、今日じゃあファンになってくださった方は、どうしたらいいですか？ミックスチャンネルのモデコンっていうところから、うんうん、ローマ字であかりという名前を見つけていただいて、ファンになって応援してくれると嬉しいです。ね、お願いします。普段は撮影会なんかで、はい、じゃあ写真家に撮られるわけやね。あ、はい、そうです。まあ、中谷さんは写真家のプロフェッショナルですから。いや要は君らが撮るのはド素人の人が撮るそう、私から何も言えない。いやあんた言葉悪い。ああまだ一般の方で写真の好きな方が、まあ、あかりちゃんにね、あかりちゃんに SNS とかで興味を持ってはい、はい、ちょっと長めのレンズで撮影してというお近づきの印やな。そういうことやな。それ以外のある子やと思いますよ。いやいや、非常にキュートでね。はいはい、ね、もう喋りはどうか分かりませんけどね、これから始まりますから、ね、ラジオはね、アホバレますからね、気をつけていただきたいと思います。さあ今日のテーマは社長なんですが、あかりちゃん、社長というなんか印象はどういうことですか？社長さんは頭の回転がとにかく早いなって思います。おう、頭の回転、やっぱり賢い人がなるんやなとか。賢いとかほんまになんか口が上手で頭の回転が早いとなれるかなって思います。なんか詐欺師みたいに言ってる。あ、ほんまやね。俺ら騙しちゃうねんからね。俺ら騙してへんぞ。実業やってるから。申し訳ない。ね、まあ、まだまだ社長のイメージが出来上がってないと思いますが、今日はゆうさんも、中谷さんも社長の一人なのでね、今日はテーマ社長で、頑張ってお話をしてみたいと思います。はい、お願いいたします。さあ、はい、CM の後はテーマナビゲーターの三月も参加して、カタリズムテーマ社長について大いに語ってまいりましょう。はい、30分 CM。 はい。
何が始まったとこや。中谷さん楽しそうやな。あんた楽しそうやな。前のこの2人でやっとってね。もうこっち俺も気ぃ使わないもん。はいはい。はい、ゆうさんのカタリズム。ここからは私ゆうさんこと川本ゆうとパートナーの中谷です。そしてインフルエンサーのあかりです。そしてここからはテーマナビゲーターのみつきが参加してくれます。はい、みつきです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、さあテーマ社長ということなんですが、みつきはどんな印象を持ってるんですか。社長さんですか、うん、もう本当にそうですね、厳しくて、うん、もう自分にストイックって感じですかね。あ、そう、はい。でも何を隠そう、中谷さん、はいはい、美月ちゃんは将来的には自分が社長になりたいという夢を持ってます。あ、いいですね、はい、いいと思いますよ。今ごめんなさい、ペッペ、頭痛いわ。いや今ね、日本で一番悩みはね、はい、少子化でないように、もっと大事なのは若者が起業するのが非常に世界的にも少ないんです。少ない、はい。アメリカ、ドイツ、日本は同じように中小企業が 99.7% 一緒なんですよ、うん、アメリカ、ドイツでも、はい、生産性が一番低いんです。それは若い人が、みつきちゃんみたいな子がどんどん仕事、ビジネス始めることが大事です、まあ、今の若者はね、やっぱりリスクを背負いたくないとかね。そうです ね、 ね、最低や。いや、だって社長になってええ車乗りたい、ええ時計はめたいとか思う人おらへんねんもん、うん、今もう借りんねんから。そうです、ね、車でもレンタルですよね。あ、なるほど、うん、確かにレンタルですよね、全部ブランド。もう中谷さんなんか所有欲の塊やからな。そんなこと何でも欲しなんで、この焼き肉の鉄板でも欲しがるぐらいやで。一応誠の社長には一応ね、許可を得て鉄板をもらうようにしたんです。すでに。あの話。さあ、メッセージいきましょう。はい、今回も早速、ゆうさんのカタリズムのフェイスブックページを通してメッセージたくさんいただいてます。ありがとうございます。はい、一つ目のメッセージです。とてもシンプルで率直な質問ですが、何の勉強をしたら社長になれるのですか。成人式で酔いつぶれたゆなさんよりいただきました。まあ、二十歳の方ですが、まあ、何をされました、社長になるために。まずはグリム童話の絵本を見ましたね。赤ずきんちゃんと。YouTube や思ってバカにしとんのか。地上波も流しとんの。もうちょっとちゃんと答えなさい。はい、で、人はこう生まれてきた時に、はい、おぎゃ生まれた瞬間に社長だろうとは思わないですね。思わないですよ。ものを学ぼう。なんか、はい、自分の技術を得ようとか知識を得ようとして生まれてきたけど、うん、社長になれば今度は人に教えたり、はい、そういう立場になってしまうから、うん、ちょっとこの辺が大変なんですよ、うんうんうん、学ぶのはみんな、学ぶだけど、はい、教えるとか指導するとか 人を引っ張っていくとか、うん、そういう時には何か自分に何か今までなかった他のコンテンツを自分の中にグッとなかって、はい、それを自信としてまあ、発信する、うん、それが今みつきさんがやったように怖いとか、うん、なんかそういうふうに聞こえリスクやとか、ね、うん、だからね、なんか社長になろうと思って社長になったわけじゃない、うん、私たちには志がある、そうそう、メディアでこうしたいとか、ね、それと天 の、 指示があって、ちょっと天の指示、まあ、わしが喋っとんねん。ええこと言おうとしてる。どうぞすみません。ごめんなさい。社長になりたいとか言うわけじゃなくてね、やっぱり自分の志で、例えばユーストンっていうのは滋賀県のメディアのために滋賀県に恩返ししたかったり、やっぱり滋賀県を盛り上げたいっていうライブハウス、メディアの会社を作ったんでね、なんか社長になりたいとかじゃない、やっぱり志。だから今、ね、若い人が社長にならないっておっしゃってたけど、はい、それはイコール若い人が志がやっぱ少ないからやと。ちょっと少ないかもしれないですね、うん、確かに。まあ、この間ダウンタウンっておるけど、うんうん、それは川本さんが育ったんですよ。いや別に、うん、ダウンタウンは勝手に育ったんや。東京に行く時に川本さんに一緒に行ってくれ言うたけど、うん、いや俺はこの地で頑張ると、うん、でそれが結果的に社長をせざる英語になったということも一面はある、まあ、まあそこは生き方の違いとかいうのもあるし、まあ、彼らは僕が育てたわけじゃなく、まあ俺が育てたんですよ。僕が言うんやったらまだしあんた関係ないやん。このドラマにただそれ見てただけやから。だからまあ
なんか社長になるっていうのはお金が儲けたいとかね、なんか社長になりたいじゃないと思う。やっぱり何かをやりたい、うん、うん、なんか自分でやりたい。あかりちゃんなんか今やりたいことは何や、うん、私ですか、うんうん、私は、うん、ホテルで働きたいです。ホテル、おいも唐突やな。結構俺っぽいやんけ。おいまさかは思ったけど、ホテルで働きたいんかい、ね、普通に就職して楽な人生歩んでいきたいから今腰掛けてインフルエンサーやっとねんな。いやでも昨日ツイッターに記事で書いてました。なんかもっといろんな経験したいしみたいな。あ、はい、でもねこういうところが、うん、あの SNS で発信したら、うん、ライバーからやっぱり投げ銭してもらえたりするんですよ。だこういう素直なちょっとホテルで働きたいとか言っちゃうから。でもいやいいじゃん。はい、次行きましょう。次行きます。わかりました。はい、2つ目のメッセージです。いろんな社長とお会いしましたが、桁外れて儲かっている社長は運がいいとしか言いようのない出来事が起こることが多いように思われます。楠木茂、45歳一生サラリーマンさんからです。あ、運っていうのは中井さん自分にあったと思われてますか。はい、僕今74歳、もうすぐ5歳ですけど、はい、今まで会社もうまくいってますし、今日現在までは運が良かったと今思ってるんです。本当はそうじゃないですよ。努力もしたんですよ。はい、でも、これから先、74歳以降は、努力をしようと思うんですよ。今まで努力もしてこなかった。いや、それはディズニーさんが言うてることなんですけど、ディズニーさん、あんたも努力しはってんやろと。いやいや、違う違う。俺は運が良かったんやと。と受け取って。ディズニーやなきゃ。ディズニー。何のこと言うてはるの。あれネズミの子。ディズニーってネズミのおるやつやな。ネズミだね。あれ。ミッキーマウスや。ミッキーマウス。まあ、それで。それだけかいな。はい、すみません。すみません。みつきちゃん、データを持ってきてくれたんですね。はい、今日はちょっと、会社の平均寿命について調べてきました。はい、会社の平均寿命、1955年における企業の平均寿命はなんと75年、うん、すごく長いんですけど、1050年だよね。はい、そうですね。なんですけど、うん、2015年、これがどうなったかというと、平均寿命が15年なんです。15年、はい、短くなってね。そうなんですよ。社長になってもその会社を維持するのが難しい時代なのかなと思います。あ、それとね、昔はなんか会社を潰すっていうことに非常に社長も罪悪感があったよ。一度立ち上げたものに対しては責任感が、松江にどんどん引き継いでいかなあかんっていうのがあるんだけど、最近はね、中谷さん結構簡単に潰しますよ。そう、そうそう、うん、そうしてみたらこれ焼肉まことで長いこと続いとるな。関係ないね。まこと何年やってる。今年の11月で7年。7年、ちょうどいいとけんが、うん、なんで聞いた。いや一応ね、この場所に世話になってるし。あ、 そういう気遣いはあるね。だから なんていうかな、やっぱり潰すことにあんまり恥じらいがなくなってるような気は僕するんですね。転職もそうですよね。転職にしてもそうやし、もう全然すぐにする。それ1955年っていうのはちょうどね、日本が経済成長をもう、まあ、これから言う時やと。で、世界一の経済になったよね。今はもう3位やけど、だからちょうど成長と同時にその長く続くとこは、少なくなってということやんか、うん、今考えれば。そうですね、そういうことですよね。ということは、こう、新陳代謝がまた激しく、で、それをしながら成長していく。ね、中谷さんね、やっぱり当時はね、うん、やっぱり代を継いでいかなければならない、サステナブルな、うん、持続可能な企業にしていかなあかんっていうのが企業のトップが考えたことなんやけど、今はそうでもないから、一代で終わる人も多いね。で、一代っていうのは、やっぱり15年から20年なんよ。要するにその人がカリスマやん。そうですよね。その人がカリスマで、その人の実力で会社立ち上げてやっていったんやけど、その人の次の代にカリスマを育てられるか言うたらなかなか育てられへんねん。だから次の代はある程度合意制でやっていける、ちっちゃなカリスマでもできる会社にせなあかん。あ、難しいですね。というのが難しいねんけど、だいたい今勢いのある企業の初代っていうのはみんなカリスマよ。そうですよね。生産性も非常に高いしね。
あの若い人20代30代と、70、80が一番生産性が高くて、現在の、社長は61.2 歳が平均なんですけど、一番悪いね、はい、これ U 字型になって、今後日本が成長しよう思えば、生産性の高い若者と、老人が、コラボして一緒に やればその U 字型は解消できるということやな。ただそれがもう一つ、よう喋んな、要はちょうどその頃から個人主義が始まってん、はいはいはい、自分さえ良ければええというね、その言い方ちょっと変やけど、自分の会社が、自分がもう年取ったからもうやめようと言ったら、社員がおったって知ったことかいう感じで、自分がそのまま終わってしまう、うん、で、しけど、社員とか、そういう責任感のある方たちが次の世代に引き継いでいくということをやったから、また良い部分もあんねんけど、社長の一番の悩みっていうのはね、本当、はい、給料日の前にね、はい、ちゃんと社員に給料を払えるか、そうですね、払えなくても自分の自腹を切ってでも払おうという、その覚悟やね。あ、その覚悟ができる人が少なくなってるって。そうそうそう、でもそれは460万社日本には あるんです、あの、はい、全部でね、正確に461万社、うん、その1万社だけが大企業やね、であとの460万社は全部中小企業やね、はい、でということは460万人の社長が現在いてるということや。ああ、そう聞くと多いような気もしますね。多い気がしますね、数字で聞くと、はい、さあ、じゃあ次のメールいきましょう。はい、続いてのメッセージです。高校生の頃に買い物に行っていたテレビゲーム店の社長が女性従業員を愛人にしていることが噂になっていました。社長になると誰も文句言えない、横山家横子さんからのメッセージです。社長が愛人を作ってる、なんとも言い難いですが、中谷さんはたくさん愛人をお持ちですが、まあまあまあ、社長の感は確かに多かったです、まあ、あんまこれはまあ分かりませんけど、でも あんまり、まあ、あの、あかりちゃん、あかりちゃん、これぞ、あ、ちょっと待って、あかりちゃんは愛人賞を持ってるのちゃうやろ。違う、あかりちゃんの意見を聞いた、あの、彼女さっきちょっと、ちょっと本番の前に話したんですけど、彼女がやっぱりコーポレートガバナンス、うん、まあ、企業のやっぱり、ちゃんとしましょうとか、うん、コンプライアンス、はい、まあ、企業統治みたいなのをきちっとしようというと、うん、前はそのことあんまり言わなかったですけど、それ彼女は、それコーポレートガバネンスから言うたら外れてますねと、そういうやっぱり、うん、それはなんで言うたら、あ、彼女あ海外で、うん、留学してたらしいですよ、はいはいはい、だからそういう面は結構うるさいという話だな。だからこういう社長は許せない、その愛人を持ってる社長とかいうのは、今芸能人でも許せなくなってるじゃないですか。まあでも結婚したなら好きでいてほしいですね、私だけを。そりゃそうやな、あ、妻になったらや な, ったら、はい、愛人になったらどないすんねん。愛人、え、可能性あるで。ちょっと奥さんに言われるからって私に言わないでください。俺こういう話よな、知らん間に君ら普通でも。俺こういう話だ、またな、奥さんはまたもう大変だ。現場の入りもうちょっと早しょ。何それ、遅かったら2人で何かやってるわ。いやでもね、うん、あの、まあ、社長っていうのは、まあ、さっき言った志とか、やっぱり世の中動かしていこうとか、うん、ギラギラしてるやん。そうですね、ある程度ギラギラしてる男はというか、まあ、女性でもそうかもしれないけど、それと英雄色好むっていうことわざが昔からあるんですね。まあ、女好きやってる、だからあの英雄とか社長とかいうのはどうしても男をイメージするやんか、うん、女性の社長ということも今後は考えられるやんか、はい、だからその人が今言うた内容、はい、愛人がおる、その 女性社長にな、はい、で愛人がおると、この場合はどうなんねやろ、 どうなる。これはもう時間の無駄やな。、はい、まあでもね、やっぱり好きにならずにいられない時があるんよ。へえ、気になりますね、その話。ちょっとプレスリーの歌いきましょうか。1961年の、はい、エルヴィス・プレスリーご存知ですか、あかりちゃんは。え、知らないです。まあ知らんわ。俺が高校の時に流行ってた。どんな人やと思う、エルヴィス・プレスリーって。エルヴィス、うん、エルヴィス、エルヴィスやで。
エルメスちゃうで、エルメスプレスリーやないで、エビスビールちゃうで。もうええわ、曲行こう。エルメスプレスリーで好きにならずにいられない。全然メールがいけてない。な、置いてからな、はい、はい、8番いけ、8番は、8番いった、どうでもいいはいらない。これどうでもいい、これいらいいですか、飛ばします、短いの2つ、うん、何番がいいですか、あ、6番いこうか、6番、うん、6、忘年会の6だけでいいですか、あとはもう任すわ、あ、わかりました、気持ち悪いな。なんで今日よう喋るな。久しぶりやな。調子いいの。普段悪い。普段もうトンチンカンやから。いや、俺ね、みつきちゃんちゃんとやめるようにな。何回も何回もやってるんだ。何回もやってるの。一発できへんね。何回も食って食って食いまくるんじゃん。食いまくるんじゃん。はい、エルビス・プレスリーの1961年のナンバーで好きにならずにいられない。なんか熱い議論の後ちょっとホッとしましたね。いますね。ね、いい歌でしょ、あかりちゃん。はい、癒されました。癒されました。聞いとる言い方ね。なんかこいつ悪玉やな。さあ、今日は社長というテーマでお届けしております。みつきちゃん、いきましょう。はい、他にもいただいていた皆さんからのメッセージ紹介します。と今年は禁酒する新人サラリーマンさんからいただきました。忘年会の時のエピソードです。悪酔いして社長に給料少なすぎと発言してしまっていたらしく、それ以降気まずいままです。あのね、社長にとってはそれ金銭に触れることやな。そうですね、一番言ってはいけないこと。好きで給料を低くしてるわけじゃないね。そんだけ収益がないから別に社長の元に貯めとこうということじゃないのに、精一杯あろてんねん、それ言われたら。なんかさ、社長としてはつらいね。まあ、うちも50人ほどカメラマンおりますけど、うん、まあ、そんなやつはしょっちゅうおりますし、うん、でもそういうことを言える環境は僕良いと思うんですよ。ああ、かえっていいですか。例えばあの会津福島、まあ、昔 の, あの福島県、まあ、昔会津と言ってたんですけど、会津の教えの中に、うん、上流に、まあ、川の上流に立派な人を置け、うん、というのがあるんですね。なら上流からきれいな水を流すと、下の下流のゴミも一緒にバーッと流れていくやんか、はい、だから上が立派であれば、下のカスみたいなやつ、その言い方です、言い方です、あの無能なやつ、いや違うな、出来損ない、あ、ちょっと違うわ、ダメなやつ、いい加減にしや、はい、それを、まあ、流してしまえということやけど、はい、うん、上がちゃんとしてたら、だから今おっしゃってるあのこ の, おあのメールも、はい、まあ社長はまあまあ分かった、まあ、次俺頑張ってみるからと、うん、その間にお前も協力頼むぞと、うん、で君は、多分 有能やと、能力が高いと思うね、うん、だから君を入れてんねんけど、その今まだ能力がまだ発揮できてると俺は感じてないから、ちょっとまあ低いねと、うん、まあ1ヶ月の給料120万やろと、うん、な、朝11時に出てきて、それ笑うとこなん。まあまあええけど、もうちょっと20万とかね、現実的な、そうそうそう、まあ20万は交通費やろと。いい会社やな。俺もそんなことから行きたいな。まあでもね、社長とそれだけ給料のことを正直に言い合えるっていうのは確かに悪くはないかもしれない、会社の雰囲気として。普通はもう入ったら
会社の決められてることで、この給料でやっていくっていうのが当たり前やからね。ただ今それをちょっと少なすぎますがって飲んで言うやつもおれば、ちょっと僕高すぎるんですよっていうやつもで普通は出てくる。聞いたことない。うちではありますよ。僕高すぎるから下げてくださいっていう。うん、僕酔っ払ってすみません、もうこんな言うたら失礼ですけど僕給料高すぎるんですよって。でな、分かった、低すぎるというやつがおるから、うん、一応話し合ってくれてええのと。で、うん、二人でそれでまあ、高すぎて不満なやつもおるんですよ。ほんまにそんなんいるんですか。でそれがその低すぎて困るやつにこうやってで今バランスがいいんですよ。嘘やったら早めに嘘や言ってください。すいません嘘を言わいやでもね、ほんまこう最近は忘年会スルーと言いまして、はい、こういう会社の宴会をスルーする人まで多いですね、出てきてるんやね、まあ、この時間、はい、僕の時間をなぜそんなに使わなかった。まあこういうことでまた怒られたりね、するのも嫌やしというので、美月ちゃんなんかはどうですか、会社のはやっぱり参加したいですか。行きたいです、全部行きたいけど周りの友達は結構嫌がる子は多いですけどね、早く帰って寝たいとか。あ、そうか、はい、今フリーランス多いですやろ、はい、でフリーランスは1人2人の会社やんか、うん、でだけどそれで忘年会したって2人で忘年会できへんやん、はい、ということはフリーランスばっかりが集まって、うん、で1つ の, 会社を仮想会社を作って、はい、で、旅館とか借り切って、で看板を上げてもらって、でね、僕はそれやったことあるんですよ。まだフリー 2,3 年の時に、のれん分けみたいなもんやね。いやどういうんかな、フリーランスは人数少ないから、なんか忘年会みたいなその大層なもんできへんから、まあ、そのフリーランスばっかり集まって、まあ、一つの会社 を作った形を取ってやると方法もあるんですよ、でも所属してる人はまあ面倒くさいと思うけど、フリーランスの人はやっぱ忘年会みたいなやってみたいな、この10人20人でという逆もあるから、だから僕はいつも逆 を想像するから、もうそれね、でもね、はい、宴会はね絶対やっといた方がいい。そうですよね。ほんで、生ビールは絶対頼んだらかダメなんですか。ビールの瓶ビール、そう、瓶ビール、生ビールっていうのは店員さんに言うて配るだけでしょ。瓶ビールっていうのはやっぱり両手で次に行って次で回らなあかんかったり、そういうところで礼儀とかを知るね。確かに、そうそう、俺は、まあ、100人おれへんけど、宴会するときに生ビールだ、100人目にビールが来るまで乾杯するたびに待たなかやんか。そうです、もうええわさあということで時間が来てしまいました。今日はね、社長というテーマでやりましたが、たくさんメール来てたのに読めませんでしたので、 CM の後でねちょっと紹介しましょう。はい、はい、ありがとうございます。 CM の後紹介、また読んでいったらいいですか。さっき U タイムツアーのことやって美月に渡すので、ありがとう、たくさん悪いな、これ写真は撮ってんねんな。こっち回り込んだら入る、U タイムツアーからいきます、はい、さあ、ゆうさんのカタリズム、少しお知らせをさせてください。 U タイムツアーの第35弾が決まりました。滋賀再発見カリキュラム、ゆうさんの U タイムツアー第35弾は朝ドラ舞台しがらき&忍者の里効果春うらら花見温泉バスツアーということでね、これ豪華な内容になっております。4月11日の土曜日、参加費はお一人様1万円となっております。まあ、35名が、ね、限定なのでぜひ来ていただきたいと思うんですが、ポイントはね、やっぱり朝ドラのスカーレットで非常に脚光を浴びている信楽を回れるということ、そして、田園風景が広がる甲賀市の古民家で忍者が登場するということ、そして甲賀市が誇る、まあ、隠れた魅力ということで十楽寺というところの秘仏を拝観できる、そして最後は甲賀の奥座敷大河原の温泉鴨鹿荘で、まあ、宴会と温泉が楽しめるというね、贅沢なバスツアーになってますので、ぜひね皆さん U タイムツアーで検索をしてください。 U タイムツアーで検索をしてぜひ参加していただきたいと思います。4月11日
朝ドラ舞台しがらき&忍者の里甲賀春うらら花見温泉バスツアー、ぜひ参加していただきたいと思います。さあ、テーマ社長で他にもいろいろ来てました。はい、他にも、うちの社長モーニング娘。の阿部夏実さんのファンです、おけいはんさんからいただいてます。どうでもいいですね。はい、次行きましょう。今まで人気商売と思っていたメディアの世界でも今求人に困っていると聞きました。ゆうさん本当でしょうか。今一番メディアはね、求人困ってます。確かに、一昔前はねこんな人気商売なかったんやけどね。そうですよね、もうディレクターになれる、ね、プロデューサーになれるって言ったら ね今すごい人手不足ですね。はい、さあ、まあ、名前だけでも呼んであげてください。はい、社長を狙ってる OL48 歳さん、スイッチピッチャーさんなどからいただきました。はい、ありがとうございます。はい、さあ、あかりちゃんがこの間に焼肉まことのおすすめ料理、スパイシーな鶏やね、鶏焼肉スパイシー、どうですか。めっちゃ美味しいです。めっちゃ美味しい、柔らかいです。めっちゃ柔らかくて美味しい、誰でも言えるコメントや。これで言えるもうちょっとなんか言いようないんですか。めっちゃ辛いけど子供でも食べれる辛さです。ああ、なるほど。若鶏の、鶏もも肉を使用しているということで、ね、ちょっと辛いからお酒のお供なんかにもいいんじゃないですか。ビール相性です。ね、ぜひご飯の供にしていただきたいと思います。今日のラジオステーション焼肉まこと、焼肉はひらがな、そしてまことは誠実の誠ということでね、検索してぜひいらしてください。滋賀県の栗東市にあります。さあ、テーマ社長どうでしたか、中谷さん。ああ、いや、もう楽しかったですわ。うん、こんなことはもう二度とないと思う。またこれ出演はまたさせてもらえるんですかな。それはちょっとスタッフと検討したいと思います。これきりの可能性あるんですかね。そんなことオンエアで言うなちゅう。さあ、ということでね、はいはい、来週のカタリズムテーマはカラオケということになっておりますが、中谷さんカラオケ行かれるんですか。いや、行きますよ。あ、そうですか。社員は連れて行きますけど、あの若い歌ははるんですか。うん、あの若い子に一切歌わさずに俺ばっかりが歌わす。もう一番一緒に行かってきたない人やん。若いやつの曲。さあ、皆さんも、カタリズムテーマカラオケで、Facebook ページゆうさんのカタリズムから投稿できるようになっておりますので、ぜひ、参加していただきたいと思います。さあ、ということで今日は私 DJ 川本優と、写真家中谷と、そしてインフルエンサーはあかりと、そしてテーマナビゲーター三月でお送りしました。さあ、ゆうさんのカタリズム、それではまた来週。このゆうさんのカタリズムなんですけど、 KBS 京都の、地上波放送、そして、Facebook の生配信、皆さん見てください。お願いします。